これ古墳があるんでちょっと来てみたんだけども、この古墳はね、中入れないですね。だってこれだもんね、うん、醍醐天皇皇女龍子女王墓ですか、うん、基本立ち宮内庁ですね。だから皇族の墓だから入っちゃダメっていうことですね。宮内庁管理ですね。この古墳は入れない。でこの古墳の周りに墓があるんだけども、これなんか明らかに陵墓制の墓でしょ。あ、龍子じゃない、高子だね。高子女王の墓っていうふうに書いてあるね。でその周りには、まだこれは墓地があるわけです。で、あの古村の墓地もここにあるんじゃないかな。ここはここも多分あれで、行部と同じパターンで複数の村の墓がねここに集まってるんじゃないかっていう気がしてるんですよ。まあこれなんかは多分ちゃうと思いますよ。ここの梅墓はこれはちゃうと思うんだけど、あれなんかね、ほらね、光明ってあるから、これあれですね、これ浄土真宗ですね。ね、見たらこれ全部なのかな。でもほとんどですよね、ほとんど。いやでもなんか混じってる感じしますね。これ混じってるかもしれない、いろんなの。そうですね、墓地も融和してるんですね。これは関係自治会っていう書き方がね、多分一つの自治会じゃないんだ、これやっぱ複数なんだね。ここはいろんなところが集まってるんだ、こう周囲は。